ち。今から、はい、セントサトという島に行きます。セントサート、セントサートとセントサトやろ、セントサトという島に渡ります。ああ、うん、ああそこの島はまた全然違うの、テーマパークあり、いろいろというそのなんていうんですか、アクティブアクティブアクティビティ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 。仙洞佐藤へは絶景を楽しめるこのケーブルカーがおすすめです。うわすっげえ、これ島の絶景を、あはなるほど、こうなってたんか、まあ、ここにいっぱいプールあるやないか、いっぱい、あこのプールはこれは子供たち来たら喜ぶわな、ね、あウォータースライダーみたいなのあるわそこに、あこれはもう結構このホテル泊まって遊べるんだ、いろいろと家族連れは最高だ。その中でレンボーリーフというのがありまして、ああそのレンボーリーフというのは2万匹の魚が泳いでるんです。2万匹の魚が、あ2万匹、はい、ほんでそれをの食べてみろ、いや食べてはいけないんですけどシュノーケルで潜って魚と一緒に泳いでるんです。あ2万匹と、はい、僕泳いだ、泳いできた、泳いでもいいの、泳いで一緒に泳ぐんですよ魚と、ほんで今回泳いだわ、一緒に泳がないよ、もう僕泳いだからいいですそうかそうか、俺らも泳がしてくれよお前さんまさん、住むことになったらぜひ泳ぎに来てくださいね。 Thank you。 うわー暑い暑い暑い、大勢がうわー暑いですか。でも雰囲気的にはもうさんまさんが住むにはもう絶好の場所じゃないこれ。やっぱそう思いますか、うん、まだあるんですよ、ここからまだどもう、じゃあ俺住まへん言うてるやない